ついにロシア軍がクリミア北部へ戦車や装甲車を大移動し、ウクライナ軍の反攻に備えているとの情報をキャッチしたよ。クリミア半島は現状ロシア本土となるため、これは明らかにウクライナ軍の侵攻とも捉えることができるよね。そうなると、昨今の不審な爆発事件に関しても追及しなきゃだね。そうだね。さて今回はロシア軍がクリミア北部に装甲車を大移動していることについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。欧州連合 EU が運用している人工衛星センチネル2が、1月21日にクリミア半島の北部を撮影した衛星画像を分析したところ、周辺のヘルソン州とのアゾフ海側の州境に近いメドベジェフカのロシア軍基地において大量の戦車、装甲車、榴弾砲などの兵器が映されているのが確認されていたほか、アメリカの宇宙企業、マクサーテクノロジーズが公開した同じ地点における2月11日の高解像度画像においても同様のものが確認されていたよ。それらの集積されていた戦闘車両の大半が移動していることが、最新のセンチネル2の衛星画像において確認され、移動先の詳細については不明ながら、ロシア軍がそれらの車両を、クリミア半島防衛のための防御線を張ったのだと考えられているよ。また、マクサーテクノロジーズが2月11日に公開したメドベジェフカ付近の衛星画像によると、それら戦闘車両が移動した他に、多数の塹壕や要塞と見られる建造物などによって構築されている、蜘蛛の巣のような網目模様が映されており、ウクライナ軍が、クリミア半島に侵攻することを想定した対策が練られていることを物語っていたね。さらには U の派として有名な対戦車用の楔形のコンクリート障害物も数多く構築されていて、1月3日に公開された衛星画像と比べて防衛陣地全体の規模がさらに大きくなっており、かつメドベジェフカ村の近くに集中していることがわかっているよ。ちなみに U の派とは無限軌道のキャタピラーを装着して、道路以外の不整地でも移動可能である。戦車の突撃を止めるために考え出された人工の障害物で、鉄筋コンクリートなどで作られた、大きなテトラポッドのような三角錐や四角錐の人工物を、敵の進撃軸に対して縦に数列密に並べた上で横に長く線上に構築したものを想像するといいね。確かに戦車は不整地を自由に動き回れるのだが、車両の全長よりも少し幅が広い河川や塹壕などを乗り越えることが難しいほか、突起物に乗り上げると亀状態になることがある弱点を持ち、戦車がこの U の刃を乗り越えようとすれば、底部が先端部に乗り上げてしまいキャタピラーが空転して身動きが取れなくなるよ。この三角錐や四角錐のテトラポッドを戦車が突撃してくる方向から次第に高くなるように縦に4から5列ほど敷き詰めて、それらを横に広く並べた様子が口を開けた U の刃のように見えることからその名が付けられたってわけだ。4月11日にクリミア半島でロシア側が首長として任命されているアクショーノフ氏が、この先に予想されるウクライナの反転攻勢に対して、備えは十分だと言わんばかりに、ロシア軍はクリミア半島をすでに要塞化していて、ウクライナ軍の反攻を撃退するのに、十分すぎるほどの兵員と装備を準備している。ウクライナ軍を過小評価してはいないが、もし攻撃されたとしても対戦車壕や対戦車地雷などによって撃退する準備はできており負けることを想定していない。クリミア半島の出入り口部分に防衛のための構造物を構築するという判断は正しく、理にかなったものだったと思うと手の内を明かしていたよ。そして、西側の軍事専門家の間では、このアクショーノフ氏の言葉を踏まえた上で、ウクライナ軍が計画している反転攻勢への防衛作戦に関連している可能性があると指摘しているね。ウクライナ軍が反攻作戦を展開する公算が高いと見られているウクライナ南部のロシア軍に占領されている地域で最近、原因不明の爆発が多発しており、いわば攻撃準備射撃的なものが行われているのではないかと踏んでいるんだ。テレグラム非公式チャンネルにおいて、ヘルソン州のドニプロ川上流にあるノバカホフカやその近郊で、複数の爆発があったとの報告が上がっており、ノバカホフカにはドニプロ川の水を利用している重要な水力発電施設があり、
そのダム上の橋を大型車両などが通行可能な状態であれば、ウクライナ軍の反攻ポイントの一つとなるだろうね。この非公式チャンネルではノバカホフカ方面から爆発音が聞こえて、煙が上がっていて何かが燃えている様子だ。とも述べられ、これが関連しているかは不明だが、ノバカホフカの地元当局関係者は、ウクライナ軍の砲撃によって民間インフラ施設が破壊され同地への電力供給が断たれていることを明らかにしたよ。また、ウクライナ軍が奪還に成功したドニプロ川西岸地域からも攻撃があり、ヘルソン州のロシア軍政当局によると、ノバカホフカ近郊の村への砲撃によって民間人女性一人が死亡し、その夫が重傷を負っているんだ。さらにヘルソン州の隣に位置するザポリージャ州メリトポリでは大きな爆発音が聞こえたことを、同市のフェドロフ市長が明らかにしたが、同地はロシア軍が統治しており、同州の最前線に展開している部隊の拠点になっている都市であることからウクライナ軍による弾薬庫などのロシア軍の軍事拠点への砲撃か、あるいは住民のパルチザン活動による破壊工作とも予想されているよ。その他、ロシア側ザポリージャ州占領当局の高官によると、メリトポリ市内の集合住宅の入り口付近で爆発が起きて、建物がやや損傷したものの死傷者は出ていないという報告があり、いずれも空爆や砲撃によるものか破壊工作によるものかは今のところ明らかにされていないね。ウクライナ南部におけるロシア軍の部隊配置について、アメリカは自身の機密防衛の漏洩を払拭するかのように、シンクタンク戦争研究所を使って4月23日に分析結果を公表しているよ。その分析によると、ザポリージャ州からドネツク州西部にかけての最前線には、旅団規模のロシア軍機械化部隊が15個、歩兵部隊4個、戦車部隊1個、スペツナズ特殊部隊が2個、空挺部隊1個が配備されていると見積もっているんだけど、それぞれの部隊の消耗が激しいことを鑑みて、3000から4000人とされている定員を充足しているかは不明とされているみたい。この方面における防御陣地に関しては、ドニプロ川東岸沿いからメリトポリを通じてクリミア半島に向かう正面には、3層の厚さで濃密に構築されていると予想され、ロシア軍はこの3層の防御ラインを使って、突撃してくるウクライナ軍の戦力を消耗させる考えだろうね。そこにある塹壕と障害の前に全火力を集中して、攻撃部隊を撃破するためのキルポイントも当然準備されているみたい。確かにその地域の中央部分やマリウポリの西側に向かう正面には、1層または2層の塹壕と障害物が構築されているが、西側の戦線ほど濃密ではなく、また東側のアゾフ海寄りには多数の部隊が配備されているものの、塹壕や障害は少ないと見積もられているからな。このアゾフ海寄りに多くの部隊が配備されているのは、これらが予備部隊として配置されている可能性が高いほか、これまでの損耗が多くて補充されていないために戦力として計算が難しい部隊であるとも指摘されているよね。ドニプロ川に架けられていた橋はウクライナ軍の砲撃によって全て破壊されていて渡れない状況が確認されているけど、三角巣などの湿地帯が少ない箇所であれば、浮き橋などによって戦車を渡すことも可能なんだ。こたびのウクライナ軍の動きが陽動作戦であるのか、あるいはクリミア半島奪還のための、思考であるのかは全く判断がつかない状況であり、今後のロシア軍の防御戦線に注目していきたいところだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。